どうも、たくなりばたけよです。今日もよろしくお願いします。はい、木曜日恒例ハイボール選手権です。今回のハイボール選手権、スコッチシングルモルト地区別対決ということで、12本エントリーしてます。先週までの結果、こうなっております。ちょうど折り返しの6巡目に入ってますね。なかなかね、ちょっと差が出てきたところもあったりとか、いろんな感じですね。勝ち負けがね、出てきてます。まあ僕は毎回言う通り、編集の時と、付け込みの時以外は、この勝敗表は見ないようにしてるんで、なるべく先入観を持たないようにね。だから、よっぽどね、勝ってるボトルとか以外は、あんまり何勝何敗か覚えてないです、ほとんど。ということで今日の2本も僕は全然覚えてませんけど、今日の対決はこちら、ベン・ネビス10年、はい、そしてザ・グレン・リベット12年。また今日もね、やるたびに結果が違ってきそうな2本です。毎回どっちが勝つかわからない、今日の僕の気分次第かなと思いますね。ではハイボールを作ります。はい、ということでね、ハイボール選手権ですけど、毎度同じ説明をしておりますが、こうやってね、グラスは300ミリ入るグラスを使って、グラスをね冷やして、もちろん溶けた水は捨てて、キンキンのグラスに氷をいっぱい詰め込みます。そこにウイスキーは30ミリ測って入れまして、ウイスキーも冷やして、そして冷えた炭酸で、満たして、同じ条件で作ったハイボールを2つ作ります。でそれを僕が飲み干してですね、今日はどっちの方が僕に合ってたな、美味しかったなっていうので勝敗をつけて、勝敗表につけていくという、そういうものです。なので過去にもね、僕の好きなボトルも結構しょっちゅう負けます。だから僕が好きと言っても、結局その日に感じた味わいが、こっちのが上だと思ったら僕が好きなボトル以外のものが勝ったりしますし、だから何が勝つかは最後までわからないという、そういう、遊びですね。はい、はい、ということでハイボール2つ作りました。今日も楽しい対決です。ではベン・ネビスからいただきます。美味しい。なんかスコッチのハイボール飲んでんなーっていう味です。わかりにくいですね、表現がね。モルティでほんのりスパイシーで、ちょっと華やかって感じですか。美味しいですね、ベン・ネビスはね、やっぱり。ちなみに熟成年数はベン・ネビス10年、ザ・グレン・リベット12年なんですけど、アルコール度数はネビス、ベン・ネビスは43度、ザ・グレン・リベットは40度という違いがあります。はい、ではザ・グレン・リベット、こちらはフルーティー、フルーティー&フローラル、スペイサイドらしい、さすがザ・グレン・リベットですね。12年美味しいです。やっぱりね、10年の時を経て、10年とか12年とかいう、やっぱり年数表記ものはね、
もうボディがしっかりしてますね。あの少々ね割っても割り負けしません。エンネビスです。わあ美味しい。ちょっと今日はスパイシーなところを少し感じますね。やっぱこうその日々の体調によって同じものを飲んでも、まあまあまあベースは一緒ですよ大体ね。でも今日はなんかちょっとピリッと感じるなとか、あ今日はあちょっとあのグリーミーだなとか、あ今日はちょっと塩辛、塩辛じゃない塩辛いはね、今日はちょっと華やかだなとか、その日によって感じ方がね微妙に変わってくる。この辺はやっぱ嗜好品の面白さですよね。ザ・ウェンリベットです。美味しい。やっぱりこう飲み比べるとリベットはやっぱり青リンゴ感というかフルーティー感がね、ベンネビスよりはありますね。でベンネビスの方が今日は、うん、こう飲み比べるとボルティーな感じがして、あ美味しいです。共に美味しいですね。さて今日もこれはまた判断が難しいところですけど、ベンネビスがあります。あー美味しい。氷が少々溶けても本当全然こう薄まった感じはない感じでいいですね。美味しいですね。ザ・ウェンリベットです。なんかリベットの方はもう薄まるどころかの飲む飲み進めるごとにさらに美味しくなるような感じが今日はしますね。なんかねやっぱ体調にもよるんでしょうけど、あと一口ずつです。はい、ではベンネビスいただきます。はい、これはうまい。ザ・ウェンリベット、あうまいです。飲んじゃいました。なんてもうろれつが早くも回ってないという、もうね木曜日は毎週これだからやめられません。楽しくねやってます。ハイボール選手権ですけど、このね判定だけがね悩むんですよね。楽しく飲むだけじゃないなと。まあ忖度抜きで今日の気分だけで決めます。では判定に移ります。はい、では判定ですね。ちょっと悩みましたけどね決めました。はい、ではいきます。今日の勝ちはベンネビス勝ちです。ですね、決め手はですね、味わい、今日はねちょっとあの味わいがねやっぱねこう比べるとちょっと今日僕ねザ・グレンリベットの方がちょっとあの淡白に感じたんですよ。少しあのいや十分な味わいあるんですよ、フルーティーなね。でもねこっちのねモルティーなベンネビスの方がなんかスパイス感とかも感じられて、よりなんか今日の体調でしょうけどね、ベンネビスの方がなんか合ってましたね。なんか奥深さとまでは言いませんけど、なんかちょっとそういったところも感じるようなベンネビス、美味しくてね、ザ・グレンリベットも美味しいんですけど、ちょっと今日はそこの差でベンネビスにさせていただきました。ということで今日の勝敗を含めた勝敗表こうなりました。おいこの2本が何勝何敗かは全く覚えてません。どうなんですかね、ちょっと本当に覚えてないんですけど、
うっすら印象でリベット結構苦戦してる印象はあるんですけどね。意外とフィディックとかリベットが苦戦してるのかな、ちょっとはっきり覚えてないです。まあ勝ちっぱなしだけは覚えてますけどね、全勝ボトルがあるっていうのはさすがに覚えてますけど、まあでもね、毎週ね忖度抜きで決めていきますんで、第6戦ちょうど折り返しです。まだまだ優勝争いは予断を許さないというか全然わからないですね。優勝ラインも全くわかりません。全勝で全部行くとは思わないんですけどね。1敗2敗、下手したら3敗とかラインになるかもしれないし、わからないとこですよね。はい、今後もね、僕も毎週楽しみにやってますんで、木曜日はね、皆さんぜひ、タクノミバータケオハイボール選手権を見てください。ということで、タクノミバータケオ、まあこうやってね、ウイスキーをはじめとして蒸留酒、プラスビールで僕が酔っ払って飲みながら喋るチャンネルです。いろんなことやりますんで、ウイスキー好き、お酒好きの方、ぜひチャンネル登録していただいて、一緒にウイスキーライフ、お酒ライフ楽しみましょう。はい、では今日のタクノミはこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあねー、バイバーイ。